駅入場。皆様、会場後方をご覧ください。日本商工会議所青年部第41回全国大会瀬戸の都香川高松大会大会会長木村麻子君による大会旗の入場です。立ち上がろうとする、君に捧ぐ、君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いて行こう。こなす程度の日常をもっとできるはずでしょう。魂自分ごまかさないで、はっぱらぬるい気持ちじゃ諦めもつきやしない。たらればな後悔を胸に刻むの。なりたいもの、やりたいこと、行きたい場所全部すべて、ビクビクするのもワクワクも自分次第さ。やるかやらないかだけさ、燃やすんだ心の炎、エールを燃料にして立ち向かって行こう。どこに向かってんのかわかんない、そんな時もあるさ、ただ走り抜けろ。夢はまた形を変えて。ただいま日本商工会議所青年部第41回全国大会瀬戸の都香川高松大会大会会長木村麻子君から、日本商工会議所青年部会長吉川正明君へ大会旗が表彰されました。笑われている気がする、周りの目気になってゆく、そんなやつ気にすんな、お前はお前さ。真面目にやってる自分が惨めに思うこともある。問いかけ続ける本当はどうしたいのか。幼い時のイメージがエノイ再現、どうせ自分なんかでも逃げ出さないで、孤独でもがきない。